お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？アニメの聖地、日本を訪れた外国人が驚愕した文化とは？をお送りします。漫画やアニメ、ゲームなどをはじめとする日本のサブカルチャーは、国内だけでなく海外でも大人気。その中でも、今や、日本文化の一つとまで言われているのがアニメです。世界のアニメファンの間では、日本の作品は、アニメ、欧米の作品は、カートゥーンと区別し、欧米のカートゥーンは、内容が幼いため、子供の見るものと位置づけているんだそうです。1990年代までの日本と一緒ですね。日本のアニメを初めて見た外国人は、見た瞬間に、全く違うと衝撃を受けた。アニメならば、世間の常識を破り、大人が見てもおかしくない環境が築けると思った、という感想を持ったとのこと。日本のどんなアニメが好き？という外国人を対象としたアンケートでは、なんと300作品以上のタイトルが挙げられたんだそうです。ちなみに、皆さんは、どのアニメが好きですか？私は、最近、グランブルにハマりました。頭を空っぽにして見れるアニメっていいですよね。しかし、外国人が、こんなにも、日本のアニメに惹かれるのはどうしてなんでしょうか？ある映画評論家の方によると、日本のアニメは、ファンタジー要素の多いアメリカのカートゥーンと異なり、現実社会を基礎にしたものが多く、共感できる部分が多いのだそうです。また、主人公が、自分が努力して強くなる、英雄になるといったストーリーが多いのも、特徴の一つなのだとか。その他、日本のアニメは、キャラクターデザインが美しいとか、可愛いなどとも評価されているようで、もしかしたら、そのあたりも、外国人に人気の理由なのかもしれません。日本のアニメを小さい頃から見ていたという外国人の中には、アニメで、日本の文化や日本語を学んで、その後来日したという人も大勢います。そんな外国人が、日本に来てまず驚くのが、アニメの世界は事実だった、ということ。外国人にとってのアニメの風景は、まるで別世界のように見えていたのかもしれません。そこで、今回はそんな外国人の、アニメの世界は事実だった、という驚きの声をご紹介します。日本のアニメのどんなところが、事実だと知って驚いたのでしょうか？それでは早速見てみましょう。オーストラリア人男性 M さんの体験談。日本のジブリ作品は全部見たよ。エヴァンゲリオンも見た。とても良かったね。日本のアニメはエンターテインメント性があって、ストーリー展開の予測ができないところが面白いよね。それに、人間の世界は白、黒二者択一じゃないってことをアニメから学んだんだよ。あとは、アニメ作品に出てくる日本の街並みを見ていて、家がぎっしり立っている中を電車が走っている光景に驚いた。東京に行ってみたらその通りで、さらに驚いたよ。ビルとビルの間があんなに狭いとは。さすがに通り抜ける勇気はなかったけど。しかも、建物や家とかがアニメそっくり。いやー、アニメは、現実を元にして作っているんだって思ったよ。電車が満員になると、車掌が乗客を押し込むとか、本当にやるんだね。日本人は、毎日あんなぎゅうぎゅうの電車に乗っているんだな。電車の中で携帯を見ている人が多いのもアニメと同じ。駅に立ち食いそばの店があったけど、本当に座らないで急いで食べるんだね。それにも驚いたよ。日本人はそれほど時間に追われているのか？真面目な印象の日本人が居酒屋で大勢で飲んで酔っ払うのも面白いな。泥酔した仲間を運んだりとか、本当にやるんだなって思ったよ。アニメで見たように、居酒屋には、たくさんの、いろいろな料理や飲み物があった。日本語表記だから選ぶのに、友達の通訳が必要だったけど、美味しい日本食を食べたよ。アニメで見て気になっていた料理もね。それとメイド喫茶。
アニメみたいにあんな格好をした女性が接客してくれるんだ。これは現実だ。最初はびっくりしたけど、なかなか楽しかったよ。あれは日本独自の文化なんじゃないかな。アメリカ人女性 R さんの体験談。小さい頃から日本のアニメが大好きで、よく見ていたわ。ドラゴンボールやシティハンター、ポケモン、ナルト、ワンピース、ドラえもんにちびまる子ちゃん。もう数えきれないほど。実際に来日して驚いたのは女子高生の制服姿。真冬なのにミニスカートで素足なのよ。アニメのよう。それにメイクしてる子が多かったわね。何人かで集まっておしゃべりしている様子は、本当アニメそのもの。とか本当に言うのよ。それに、学生同士で手をつないだり、くっついて歩いている男女も見かけたわ。日本人は、人前で異性と親しくしないのかと思ってたけどね、意外だったわ。体育祭をやっている時期にも行ったことがあるんだけど、あれもアニメと同じなの。全員が体操服を着ていて、ものすごく楽しそうなイベントだなって思ったわ。街並みや道路の様子、そこから見える空とかも、アニメで見た通りで驚いた。標識や電柱も至る所にあったし、近くを走っている電車の音やアナウンスの声、セミの声なんかも事実だった。ほら、アニメに出てくる街並みって、ゴミがなくて綺麗じゃない?あれも本当よ。道路がものすごく綺麗なの。日本のアニメっていうのは想像ばっかりじゃなくて、事実をそのままストーリーにしているものが多いのね。桜並木や花びらが舞う様子も、アニメはうまく再現できていると思うわ。実際に見ると感動するわよ。スクランブル交差点をビルの高いところから見たら、人や車の流れがよくわかるの。あれもアニメそっくりよ。ちゃんと信号を守って一斉に行動するの。誰もぶつからないのよ。ファッションについてもそう。アニメみたいにおしゃれな人が多いわね。着物を着ている人もいれば、最新のデザインの服を着こなしている人もいる。アニメだからちゃんとした格好をしているんじゃなくて、あれが事実って知ったわ。カナダ人男性 Y さんの体験談。僕の一番好きなアニメはドラゴンボール。鉄腕アトムも好きだったな。銀河鉄道39や未来少年コナン、ガンダムもいいね。昔は、正義対悪っていう分かりやすい構図が多かったよね。日本のアニメは、主人公が進化していくところが好きなんだ。これは見ていて飽きないよ。日本に行ってみて、たくさんの人がちゃんと並ぶことに驚いた。開店前のパチンコとか、バス停やタクシー乗り場。アニメで見て知っていたけど、本当に並んで順番を待つんだよ。当たり前のようにね。パチンコは気になっていたから入ってみたら、想像以上に音がうるさかったな。でも、パチンコ台とか椅子の感じはアニメそのもの。いろいろな年代の男女が来ていて、無言で座っているんだ。ラーメン屋もあって、人気があるのか、外にずらっと並んで待っているんだ、立ったまま。食べる時に音を立てて食べるのも事実だった。これはマナー違反ではないんだ。そうそう。食べる前に、いただきますって手を合わせるあれ、一般家庭と家じゃ普通にやってるよ。日本の宗教はよくわからないけど、クリスマスの時期は、イルミネーションが本当にすごい。アニメでは大げさにやっているんだと思っていたけど本当だった。来日するならクリスマスシーズンをおすすめするよ。外国人から見ると、アニメは空想の世界という思い込みがあるんでしょうね。続いて、他の外国人からも同様の反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本のアニメは奥が深くて、描写も丁寧で緻密。日本の想像力は素晴らしいと思っていた。それが、現実を元にしているとはね。蛍火の森へに出てくる神社って実在するんだよね。いつか行ってみたいよ。アニメの世界が現実だったとは、だから、みんな日本に行きたくなるんだな。
一度日本に行ったら帰ってこれなくなるかも。日本そのものが映画のようだからね。以前日本に行った時、東京を訪れるのは初めてなのに、初めてのように感じなかった。アニメで知っていたからさ。そのぐらい現実をしっかりと再現しているんだね。あの花の聖地の秩父に行ってきたんだけど、あまりにアニメと一致しすぎてて泣いた。いつか、日本で、アニメーションの勉強をしたい。さて、こうした海外の反応も相まって、アニメツーリズムの需要が高まっています。最後に、アニメツーリズムについて成功した例をご紹介します。訪日外国人観光客のためのアニメツーリズム協会は、5年前に発足し、大きな盛り上がりを見せています。アニメツーリズムとは、聖地巡礼。アニメや漫画の舞台となった場所を聖地として、それらを訪ねて回ることを、聖地巡礼、アニメツーリズムと言います。最近では、訪日外国人観光客が巡礼することが増えているようです。それに伴って、旅行代理店が聖地巡礼ツアーを開催することも、増加の傾向にあるようです。観光庁の訪日外国人消費動向調査によると、2019年の訪日外国人観光客の 4.6%、約147万人が聖地巡礼を行ったと回答しています。また、次回の訪日でしたいこととして聖地巡礼を挙げている訪日外国人観光客も 10.5% となっているため、今後もさらに増えていきそうですね。アニメツーリズムで成功した地方の例。岐阜県。新海誠監督の君の名は、で舞台となった岐阜県飛騨地方。この映画は、興行収入250億円を記録し、世界135の国と地域で上映されたことから、世界でも人気なものとなりました。この映画の舞台は、東京は新宿、四ツ谷周辺、そして、劇中内の糸守このモデルと言われる長野県諏訪湖があります。そして、糸守町の存在する地方として特に人気がある岐阜県飛騨地方が聖地巡礼スポットになっています。また、ルドルフといっぱいあってなや、声の形など、岐阜県に関連する作品が2016年に立て続けに公開されており、経済波及効果は253億円に上ると言われています。また、聖地巡礼以外にも、飛騨高山周辺は、観光できるところが多いため、訪日外国人観光客が訪れたい場所になりやすいようです。埼玉県、永井達之監督の、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない、で舞台となった、埼玉県秩父市へのファンによる聖地巡礼もよく知られています。もともと、観光地としての人気はあったものの、今では、多くのアニメツーリズムをする外国人が訪れるようになりました。モデルとなった埼玉県秩父市の常林寺では、作品のキャラクターが描かれた絵馬を販売していて、様々な外国語で書かれた絵馬が掛けられています。また、2007年放映のラキスタは、埼玉県久喜市の鷲宮神社が舞台。放送開始以降、順調に参拝客の数が増え、地元のお祭りでは、ラキスタみこしを、たくさんのファンが担ぐんだそうです。埼玉県では、このように聖地が多いことから、毎年10月にアニタマ祭を開催し、アニメファンを楽しませているんだそうです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今はこんなご時世ですが、日本のアニメを楽しんでくれた外国人が、一人でも、多く日本を訪れてくれると嬉しいですね。最近の日本の漫画、アニメは、奥深い、世界観や伏線、哲学的なテーマなどがしっかり埋め込まれていて、同じ日本人でも、よく、こんな作品作れるなぁ、と感心してしまいます。これからも、アニメを通して、多くの外国人を魅了し、日本の良さを体感してほしいなと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。